マイネル・エクソンは、日本の競争はマイネル軍団で知られる、岡田茂之の相馬ンにかない、2001年キーランド社、ジュライセールにて55万ドルで落札。ラフィアン・ターフマンクラブでの募集時に、岡田は、朝日久和樹を落勝したら、欧州へ持っていく。国内で賞金を獲得した方が良いとお考えなら、出資を見送っていただきたい。将来揉めたくないと。 自信あふれるコメントを残していた。募集金額も一口35万円と、比較的良心的な価格で提供しているラフヤンに、しては、かなりの高額だった。しかし、中央競馬でのデビュー戦となった、札幌の新馬戦は、単勝5番人気で11着。折り返しの未勝利戦も7着。一番人気に押された、福島の未勝利でも惨敗するなど、8戦未勝利の、 まま日本中央競馬会の登録が抹消され、地方競馬に移籍した。西脇、寺島正勝厩社への移籍初戦の条件戦で、初勝利を挙げると、JRA 未勝利との指定交流競争でも勝利を挙げ、三冠最後の菊水賞は、圧倒的人気のシンドバットを差し切って、重賞初制覇。暮れの園田金牌も、長島太郎の高リードに導かれ、インターレジェンダ。 ロードバクシンの2強を封じた。2004年の新春賞では 58kg の負担重量を背負いながら北山フィールドの2着に食い込んだものの、それ以降は凡庸なレースが続き、2007年8月2日の3着を最後にレースに出走せず、2009年4月1日付で地方競馬登録が抹消された。ありがとうございます。